英国は3月29日に期限を迎える EU 欧州連合からの離脱を延期する方針を決めました。21日からの EU 首脳会議では注文はつくでしょうが延期自体は認められる見通しです。最悪のシナリオだった。何の取り決めもないまま直ちに EU から離脱してしまう。強引なき離脱は何とか回避されそうです。 しかし、英国のメイ首相は20日までに一度議会で否決された EU と離脱条件などを定めた合意案を改めて提出し採決を求める方針です。議会は再び否決するでしょう。この問題の解決への展望は依然開けていません。議会制民主主義の母国、英国で決められない政治が繰り広げられています。 離脱期限が迫るにつれ、英国内では合意なき離脱への危険、危機感が高まり、企業の間では EU 圏から輸入する部品、製品の在庫を積み増し、満杯となる倉庫が相次ぎました。A 大手タバコギャラハーを傘下に収める日本タバコ産業によると、同社グループは英国内でタバコ工場を持たないため、合意なき離脱に備えて緊急対応計画を 策定。一定量のタバコの在庫量を確保し、流通販売に混乱が生じないよう努めています。同社は仮に合意なき離脱になれば、短期的には EU 圏からの輸入に通関手続きや関税が発生し、サプライチェーンに及ぶ影響を懸念しています。市民の間でも、 医薬品や食料を買いだめする動きが目立ち、しかし、野菜や果物はストックが効かず、冷凍、冷蔵倉庫も限られていますから、このままでは社会、経済システムに混乱が生じかねませんでした。延期でこうした事態は免れそうですが、英国の中央銀行にあたるイングランド銀行総裁は、EU 離脱をめぐる不確実性が 企業の設備投資抑制につながっていると指摘するなど、この問題は英国経済に暗い影を指しています。英国工場の閉鎖を決めたホンダ、シンガポールに本社を移転する A ダイソンは、いずれも今回の決定は AEU 離脱とは無関係としていますが、額面通り受け止める向きは少数派です。英国には約1000社の日系企業があります。 このうち日産自動車はスポーツ用多目的車の次期モデルを英国工場で生産する計画でしたが撤回しました。3メガバンク、野村証券はオランダやドイツに新たに拠点を開設します。またアメリカを代表する銀行バンクオブアメリカは拠点をロンドンからアイルランドに移します。企業の 英国離れが進んでいます。気になる金融市場については、財務省幹部がある程度織り込まれており大きな混乱は起きないだろうとしていました。ただ、EU 離脱問題の焦点である英領北アイルランドとアイルランドの国境管理については解決の糸口すら見つけられていません。世界経済は米中貿易紛争、 中国や EU の景気鈍化など先行き不透明感を強めています。中ブラリンの AEU 離脱がこうした傾向に輪をかけます。市場が何かのきっかけでリスク回避する姿勢を強めれば比較的安全とされる円に買いが集まり円高株安が進行するかもしれません。EU 離脱の延期は日本にとって混乱の出口ではなく 入り口となるかもしれません。亡くなったイギリスのサッチャー元首相は、英国を欧州大陸との貿易の拠点とすることを掲げ、トヨタ、日産、ホンダをはじめ、世界から投資を集めるとともに、大胆な金融自由化でロンドンを一大国際金融センターに育て、英国経済の再生を果たしました。 亡くなったサッチャー首相は鉄の女と異名をとり、強いリーダーシップを発揮していました。元首相が英国政治の今の混乱ぶりを見たら、どのような思いを抱いたでしょうか